今日はミスティをお送りしました。なんと今日の編成はウィズストリングス。ウィズストリングスっていうとチャーリーパークウィズストリングスとかキャノンボールウィズストリングスとかとても名盤があるんで、一度やってみたいなと思いますけど、本当にウィズストリングスでやったら編成が大きくて大変なんですけど、今はいい時代になってコンピューターという強い味方で演奏できるようになってとても楽しかったです。このミスティっていう曲はなんと映画にも使われているそうで、プレイミスティフォーミーっていう題の、日本語の題は恐怖のメロディっていう映画だそうで、このミスティのこの綺麗な曲が恐怖のメロディなのかなと思いますけど、今度私は恐怖のメロディじゃなくて恐怖の歯医者さんじゃないけど部分入れ歯を入れるということになりました。でも考えてみたら、僕の尊敬しているサックスのプレイヤーの人でも部分入れ歯はもちろん総入れ歯の人もいて、全然プレイに影響ないような音を出してきちんと吹いてる方がいました。だから、僕も双方のことをよく考えながら、歯が一本や二本なくてもまだまだ頑張ってやっていきたいと思ってます。そんなわけでこの次は入れ歯をして吹きます。楽しみにしてください。